GA 芸術家アートデザインクラス。GA 芸術家アートデザインクラス。GA 芸術家アートデザインクラスは、清月里子による日本の4コマ漫画作品。同作品を原作とした、テレビアニメが2009年7月から9月にかけて放送された。とある高校の美術専攻クラス、芸術家 A クラスの1年生である個性豊かな女の子5人を中心に、 美術に関するマニアックな雑学的知識を交えつつの授業風景など彼女たちが巻き起こす賑やかな学園生活を4コマ漫画の形式で描いている。表題の g a とは前述のように作中においては物語の主要な舞台である芸術家やクラスを意味するが主な舞台も3。作者によればこの表題にはグループアクションの意味も込められているという。これは 作者のキ月里子が以前に仕事をしていたプレイバイメールゲーム会社で用いれていた複数プレイヤーによる協力行動を意味するゲーム用語に由来し個人では限られた行動しか行えないゲームプレイヤーが複数集まることによって大きな行動を起こすことができるように一人ではなく五人揃って成り立つ物語にしたいという意向が込められているという当初は平和出版の コミックギュッと、にて、キユズキ名義で2004年7月発売の総刊号から、連載、掲載誌の方針により、部にもえな、可愛い女の子が出る4、コマというコンセプトで、開始さた。同誌が2004年12月に、第3号の発行をもって、実質廃刊となったことにより連載は一時、中断されるが、その後に法文社の月刊雑誌、漫画タイムキララ、キャラットに移籍し、 作者の名義を、木ゆずきさとこに改め、2005年8月号に、単発で掲載され、同年11月号より正式に連載開始、2016年2月号まで連載された。また、株式会社虎の穴が、自社店舗、虎の穴にて毎月配布している、フリーペーパー、虎だよ。でも、GA 財置き場、が財置き場のタイトルで、 フルカラーの 1P 漫画が2005年11月発行ボリューム59から2009年3月発行のボリューム98まで救済を挟まず連載された。一部が特典として配布されていたが、単行本化を期待する声も多く、2016年春発売の画集にすべて収録された。漫画タイムキララキャラット2009年2月号でアニメ化決定の発表とともに、 初めて同志の表紙に登場し、以降はそれまで連続で表紙を担当していた、同志連載作品である、ひだまりスケッチの入れ替わりで、高い頻度で表紙を飾っていた。作者の木ゆずきは、ゲームのキャラクターデザインや、ライトノベルの差し絵も手掛ける人気のイラストレーターとして、知られており、本作についてもイラストレーターならではの画力や、カラーページの色使いを評価されることもある。 連載時のカラーページも単行本にカラーのまま収録されることが多い。またアニメ版の監督を手掛けた桜井宏明は原作について絵のうまさだけではなく5人の主要登場人物たちの組み合わせのバランス、話し運びやセリフ選びのセンスに奥の深さを感じたと評している。この作品のタイトル英語表記には全ての単語を英訳した GA アートデパートメントアートデザイン。 クラスと、基本的に、ローマ字表記のままといえる GA 芸術家アートデザイン、クラスの二つがある。前者は日本語版のコミックス、後者は英語版のコミックスで使用されている。なお、ハングル版においては、と、各単語を直訳しているのみで、基本的にタイトルはそのままである。香港でアニメ放送の時は、全名を略して、GA 芸術家だけで表記する。 アイアイ高校の芸術家 A クラスは、授業科目の半分が、美術、デザイン関係となっている、アートデザイン専攻クラス。いつも賑やかな友人たちに振り回されている木更木、マイペースな優等生の宮尾、トラブルメーカーの友健と美希、皆のまとめ役であるナミツゴラ5人の女生徒は、GA1 年のクラスメート同士。物語は5人がすでに仲の良い友人同士である、ところから始まり、 美術クラスという環境を舞台に、授業やその合間に繰り広げられる画材や色彩を、お題にした談義などといった、彼女らの学園生活が描かれていく。字には、思いつきで始まった鬼ごっこ、色鬼に,に熱中したり、登校中に拾ったひなどりの死に涙したり、皆で宿題を仕上げるための、お泊り会で闇鍋を催したりといった、小事件を挟みながらも、取り留めのない日常の日々が流れていく。 物語の途中からは、GA3 年の足原を部長とする、水淵、魚住、保存ら彩り高校美術部の男女グループが、もう一組の主要登場人物として登場するようになる。学園生活の先輩であり、GA1 年の5人組が今体験しているような、日々を一足先に終えている彼らは、当初は、GA1 年の5人とは、独立したグルーブとして登場し、 美術部部室を舞台とした彼らの日常エピソードが独自に描かれていく。その一方で、実は、GA1 年の木更木が美術を志す一つのきっかけに美術部の足原が描いた絵が関わっていることが後から、明かれたり、新たに友剣の兄が美術部に入部してくるなど、同じ学園内の生徒同士である彼らの緩やかな繋がりが次第に明かされたり、新たに生じたりしていく。 また職員室を舞台にして各グループの生徒たちを見守る美術教師同士の関係性が描かれたり他のクラスメートや主要登場人物の家族との交流といった出来事も少しずつ物語に関わるようになっていく。声はテレビアニメ PSP 用ゲーム版の声優物語の主要登場人物である GA1 年の女の子グループ5人組他のクラスメートについては その他の登場人物を参照。三年生の卒業後、全員美術部に入部支部を引く継ぐ形になる。旧資料室を部室として利用している生徒たち。本作におけるもう一組の主役である、不定期に掲載される、美術部エピソードの主要登場人物。美術部のエピソードと GA1 年のエピソードは、 細部でリンクしつつも独立したグループの話として描かれており、ニアミスし続ける立ち位置上、GA1 年の5人組と美術部が直接絡むことは少ない。初めて両者が共同で物事に当たったのは文化祭の時である。原作では、無名ながら連載第1話から登場している水淵、後に合流する友犬の兄を除き主要なメンバーは第2巻から登場する。 アニメ版では、第2話から登場している。三井、丸岡、若海といった、サブキャラクターは登場当初、名前が明かされていなかったが、アニメ版で先に、名前が判明した。正式名称は、あやい学園工業、大学附属彩り高等学校、私立校。本作の中心である、芸術家のほか普通科、工業科、衛生看護科と4つの学科がある。 また普通科、工業科、芸術科はそれぞれ複数のクラスがありクラスごとに選考が異なる。作中に描かれている時期では1学年あたり12クラス存在する。あやい学園自体は大学、高校の他に中学校も併設されている。そのためか敷地が非常に広く、不慣れな生徒はほぼ確実に迷子になるという。また、天文台、ゴルフコース、 解析料理屋などといったものまである。また、制服は設定上高島野生となっており、木更ワーク、私が持っている中で一番高級な服とのことである。原作では、校内の各所に、学校の象徴である鳥をモチーフとしたレリーフや像が配置されており、中庭では一匹、数千万といわれる鶏が飼われ、お鶏様と呼ばれている。ただし学校長、 未登場のエトが犬年であることにちなんで、校舎屋上の風見鳥は風見犬になっている。アニメ版では、設定が異なり象徴となるモチーフは、鳥から埴輪へ変更され、校舎屋上の風見犬も風見埴輪となっている。また、中庭で、鶏が飼われているのも頭に、葉をつければ、は、鶏になるためであると説明される。法文社より、 漫画タイム系 R コミックスとして刊行されている。GA 材ーキ場は、連載終了後に刊行された GA 芸術家アートデザインワークスコアカリキュラムに収録された。単行本には色彩に関する話題を扱った絵描き、卸しエピソードなど、カラーページが数多く収録されており、本作の特徴となっている。カバー下は、雑誌の表紙や広告を意識したデザインが取り入れられて、 おり、登場するキャラクターは、本編とは異なる絵柄で描かれている。テレビアニメが2009年7月から同年9月まで、YouTube 他 UHF 各局や、CS などにおいて放送された。また、テレビ未放送エピソードである、第13話が、2010年4月2日に、GA 芸術家アートデザインクラ OVA のタイトルで、全1巻の OVA として発売され、 その後 ATX で放送されている。原作の雰囲気を壊さない方向で作られており、基本的には原作に忠実な内容となっているが、各話はその回ごとのテーマや話題に基づいて再構成され、エピソードの順序は原作から大きく変更されている。また、原作における今の面白さを伝えるという意図から、雑誌連載における最新エピソードを織り混ぜるという、 試みも行われた。前話の脚本と構成を担当した、町田った過去によれば、当初は登場人物一人ずつに焦点を当てていくような構成を考えていたというが、原作を読み込んだ末に、そのような構成はこの作品にそぐわないと考え、個人を突出させることなく五人全員を描くような構成を意図したという。本作における、各話あたりのカット数は200前後。 少ない時には150未満と非常に少ないが、一方で、セリフは多く、作画枚数は通常の作品と変わらないという。こうした見せ方は本作における演出上の特徴とも指摘されるが、監督の桜井博明は、これは意図したものではないとしている。オープニングアニメーションは、原作本編や、 GA 在置き場のエピソード及び掲載紙の表紙イラストに使われた図案などを元に映像化されているが、桜井監督によれば、これは本編に入れられなかったネタを拾って構成したものであるという。エンディングアニメーションでは、原作者による原案に基づいた GA1 年5人の成長過程が描かれており、第1話から第11話までは、回を重ねるにつれて、高校生に近づくものとなっている。 キズキサ里子が福井出身のためか劇中で登場する私立美術館は福井市美術館の外観がモデルになっている。ただし館内は東京の国立新美術館の間取り。歌詞は原作作中にあるエピソードやセリフを拾い、作詞者のノリアに渡したものが反映されているとのことで、エンディングテーマも各キャラクターの特徴に基づいた内容となっている。なお、 これらの曲はシングルとしては発売されず2009年10月28日に発売されたアルバムミュージックパレットにまとめて収録された。このほか、ニコニコチャンネルのマーベラスエンターテイメント公式チャンネルマベチャン内にて2010年3月19日より有料配信第1話のみ無料配信が行われている。2009年6月から9月まで 爆発ラジアートと題し、テレビアニメ版に関連したインターネットラジオ番組がアニメート TV 及びマリンエンタテインメントにて配信された全8回。パーソナリティはアニメ版で山口キさらぎ役の声を演じる戸松遥香と大道宮美役の声を演じるなズかカオ番組名及び第0回のサブタイトルは芸術家岡本太郎の名言に由来するとされる。 テレビアニメ全12話が全6巻及びテレビ未放送エピソードの第13話が全1巻の OVA として2009年11月6日から2010年4月2日にかけて発売された初回限定版にはウェブラジオ出張版を収録した CD が同梱されるほか、原作者描きおろしのスリーブジャケット仕様となっているなおテレビ CM では戸松春が 後ろ姿のみで出演した。2012年11月21日にテレビシリーズ全12話と OVA 特典映像を収録した2枚組 BD ボックスが発売された。特に断りがきがない場合、単行本は法文社から漫画タイム系 R コミックスとして発売されている漫画 GA 芸術館アートデザインクラスの単行本を TV アニメビジュアルガイドブックは 公文社から出版された関連書籍 GA 芸術科アートデザインクラス TV アニメビジュアルガイドブック漫画タイムキララ編を指すものとする。これらの参考文献の書士情報については書士情報の項を参照。4コマのサブタイトル号に続く X コマ目はそのエピソードにおける最初のコマからの番号をページ番号の後に続く X コマ目は ページの最初のコマからの番号を指すものとする。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。